り、ん、ちゃ、うん、ね、るよっ、りんチャンネル。みなさんこんにちは、りんです。今日はついに念願のとあるものをゲットしました。こちら、カメラ、コンパクトデジタルカメラ、コンデジと呼ばれるもの、キャノンさんのパワーショット G5X です。なんでこのカメラなのかと言いますと、アニメジャストビコーズで私が演じさせていただいた写真部の女の子、小宮恵那ちゃんが使っていたカメラがこちらということで、同じものをどうしても欲しくってついに手に入れました。開けていきたいと思います。ドキドキ。いやー、あー、おー、それではいざ、いでよ。じゃあ、あ、失敗。あー、てってるー。おしゃかわー。これはもう生産終了してるものなんですけど、で、まあ、なんで今このカメラを買ったのかって言いますと、カメラ1台欲しいなって思って色々調べてたんですね。でもちろん最新型いっぱいあってめちゃくちゃ迷ったんですけど、もうエナちゃんが使ってたカメラ、アニメに出てくるカメラが実際に存在してるっていうのが不思議な気持ちというか嬉しくって、だから彼女が見てたのと同じ景色を私も見たいなって思っちゃって、あえて最新のカメラの代わりにパワーショット G5X 購入しました。嬉しい。ということで、じゃあ早速使っていこうかね。いざ、開くタイプの回すこともできる。この記念すべき最初って何撮ればいいんだろう。いろいろちょっと設定いじってみたので自撮りをしてみたいと思います。撮れた？撮れたかな？ちゃんと撮れたんでしょうか。行ってみます。あ、おお、おお、まあまだほんと初心者も初心者なので、少しずつ使い慣れて素敵な写真をいっぱい撮っていきたいなと思います。修行あるのみ。あばよっ。